ちゃくちゃガチやってて。オリックスの人みたいになってるやん。じゃあ。じゃあ。オリックスの人みたいになってるやん。よしよし。よし。バリ全バリ。バリってもう誰か選手やみたいな感じでやってる。いや分かるやんそんなキーホルダー。はい。今年も始球式本拠地で、はい、投げてもらいます。ありがとうございます。おめでとうございます。いいんですか。はい。今年も。うわ、2年連続。まあ、去年届いたし。続きました。去年届いてなかったら多分これなかった。よかった。届いてなかった。届いてなかった。あの練習がなかったら届いてなかったから。いや、てか去年すごいマウンドにもう上がらないんで前でやりますってほぼほぼ9割マウンドの下でやってたらまさか審判さんが一生の思い出なんだから上がりなよって言った時にやばい練習してないこのマウンドの高さやってないと思って今年はね、なんか、球団の方から、はい、去年山なりやったからはい、そうですピットライナー投げろといやーやったトレーニングからやろうかあトレーニング始球式ってそんな時間ないらしいあ、なるほどマネージャーに確認した方がいいどうですそれやったらね、今日のキャンプの朝から俺行ったらいいんすか。うわ。覚えてほしい。すげえ。ここ。え、ここ。そうそう。そっから。そうそうそう。で。あ、そうそうそう。え、これやるときは。そう。これは踏んどかないと関係ない。いや、もう別に。どこかな。こうして。ここ。で、ここ。足跡は、まあ、選手大体それぐらいえ、これでえ、行く違うこっからこうやって行くから遠く感じるけど実際足つくときにはここまで行ってるからこうよあ、そういうことか、滑らすんかこう来てあ、そうそれでもそれぐらい投げますかっこよさだけでしょあ、そうあ、そう。いけんじゃん。今だから左バッターやったら、ちょうどいい。来たっすね。こういう感じっすよ。あ、いいね。今ぐらいゆっくりがいいな。おいおい、それ。ええやん。監督呼んできてもらっていいですか一回ね一回
投げ終わりをかっこよくしようと思ったら多分綺麗に球をまっすぐ行く。終わりを。そう。始めも綺麗に立ちます。大きく踏み出す。投げ終わりが綺麗になればある程度球はまとまる。は。だちょっとでもこうずれてたりとか投げ終わりがずれちゃうと球はやっぱりそっち方向に行っちゃう。うん。あと縦すら投げたいです。始球式で。練習で。練習で。ちなみに握るだけ。え、それでどう引く。え、引くってどだからひっくりいったら木でここで回転する。じゃあキャッチャーに手の甲を。ああ、まあ手の甲まで向けすぎたら遅くなっちゃうから。そうそうそう。それぐらい。せっかくなんでキャッチャーこっち行きます。あ、そうっすね。ごめんなさい、ちょっと落ちすぎました。やっぱりそうなるんよ。こうなるんですよね。あ、もうこれ封印します。まっすぐで、はい、まっすぐオンリーでいきます。お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。やっぱりあの他のポイントですね。ポイント、うん、ここ、はい、そう、きれいに、きれいに投げよう。やっぱ1球しか投げれんからさ。そうっす。この1球がすごいプレッシャーなんですよ。え、手、力入れない。力入れない。綺麗に止まる。踏み出しを大きくするとフォームが大きくなるから綺麗に見えるから。で投げ終わりのフィニッシュもこの綺麗に立とう。はい。この3つ。はい。いきます。おー、いいよ。いいね。早くなったら分かる。力入ってさ、フォーム速くなったでしょ。こう。あれダサいね。これか。うん、びっくりだね。びっくり。そうそうそう。もろもろじゃあ、全部流れでやっていいですか。開幕投手っていう手で。あ、はい、どういうこと俺がボール上げる。俺が力来た時になんか、じゃあこのボールお願いしますって。俺が渡すの。そう俺開幕投手だとして俺が渡すのこれ。おかしいやつじゃないか俺。絶対早なるなこれ。ちょっとだから京セラのマウンドで一発勝負じゃないですか。例えばナイトゲーム6時プレイボールだったらみんな何時ぐらいに練習は。2時ぐらいで2時ぐらいから行きますわ。チームと一緒にアップもアップもアップから入ろう。アップから入ればピリピリしてるかもしれんけど、開幕ホーム開幕でピリピリしてるかもしれん。誰一人声かけてくれない。もう何してんねんとか。ポイントは覚えてます。はい、覚えてます。最初まずここでキープ、このキープして、で次左足を大きく、おのずと体も大きくなる、そしてフォームが綺麗になる、で最後綺麗な形で終わる。この3つのポイント。そうで、はい、ゆっくりね。ゆっくりね。早くなっちゃうとあれなんで、フォームがこう力んじゃったら、力んじゃったらこう早くいっちゃう。はい。あと1つが
縦スラは投げない。投げない。投げない。投げないじゃない。投げれない。いやでも去年ね、いいボール投げてるし、今年はもっとスピードも上げて、一番バッターがね、それでアウトになってくれるように、それぐらいの気持ちで投げてほしいです。はい、はい、コンサート行ってくれる？激励じゃないし、それ全然。まあね、あの昨シーズンの活躍より期待してますし、あとは何より武器の縦スラもあるので、もう自信持って、あとはもうちょっとあの早くなりすぎず、体開かないよ、そうそうそう、開いちゃダメ、悪い癖出ちゃうから、あとはこう開いちゃうのもやし、あとはこうできるだけね、あの左足大きいから、そっちの方が綺麗に見えるから、そっちの方がやっぱ綺麗に見えるんだな、そうそうそう、ファンの人見てもらってるし、だからあとは自信持って、オッケー、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。